駅構内広電西広島駅は、広島市西区小井本町一丁目にある、広島電鉄の駅である。駅番号は、M19。市内線である本線の終点の停留場かつ、宮島線の起点の駅である。鉄器分解点は、東駅構内の東高須駅よりに、ある。かつては、市内線の停留場は、小井電停と称し、 宮島線の駅とは隣接する別の施設とされていたが、1962年から市内線と宮島線との直通運転が始まり、1991年8月8日からは、ほぼすべての電車が直通運転するようになった。そして2001年1月中旬から同年7月末まで、宮島線の広電西広島駅に市内線の小恋電停を統合する駅舎の工事が行われ、 同年11月1日に統合された。このような経緯があることから、当駅について、広電西広島との表現を用いていることもある。ただし、副駅名として残存している、広島港や、廿日市市役所前と異なり、現状の広島電鉄の公式案内、駅名表等はすべて、広電西広島で統一されている。ただし、当駅止まりの電車の方向幕には、 西広島と表記されている。四面六線のホームを有する。一番線に宮島線方面からの4.5、7番線に市内線方面からの車止めがあり、行き止まり構造となっている。なお、4.5番線は同じ一本の線路の両側にホームがある構造となっている。前述のような経緯から宮島線の線路は、 本線のやや北寄りにずれた位置に配置されていたため、1番線と7番線以外は、構内で S 字カーブする構造となっている。改装前の改札の様子2001年10月以前は、鉄道線側に2面4線のホームがあり、以下の通り運用されていた。解体前の小恋電停の下り側ホーム2001年10月以前の小恋電停は、相対式2面2線のホームが設けられており、 下り側は市内線からの降車専用、上り側は広田開館の1階部分と一体化した構造で、市内線への乗車専用となっていた。このホームは駅統合後も残されていたが、下り側は自転車置き場に、上り側は露天スペース、広でん横丁に転用され、共にホーム全面に柵が設置されて、乗降はできない状態であった。その後二千十八年に、 広田会館と共に解体された。なお、戦前の小井町駅西広島駅は後に、広田会館が立つ場所に、木造2階建ての駅舎があり、市内線の電停のホームはその北側の面に、東西方向に向いて設置されていた。また1953年までは、宮島線ホームの南東側に本線に隣接する、形で、宮島線車両の車庫があった。以下の情報は、 広島市統計所に基づいたデータである。1日平均乗車人員データは、年度ごとの乗車総数を365で割った値を小数点2を丸めて小数点1位の値にしたものである。広島電鉄のデータは1000で丸めて提供されているので、1年ごとではプラスマイナス500の誤差があり、1日あたりでは1.4人程度の誤差が発生する。 有志日の広電開ん館西日本、旅客鉄道西広島駅の南方、山陽本線と宮島街道に挟まれた場所に位置する。駅周辺は西区の中心地区にあたり、西区役所も駅近くにある。旧小井電停部分の上は広島電鉄の所有する広電でん館として、当駅の駅ビル的な位置づけとなっていたが、2018年に解体。 本線は新小岩橋を越えると、ほぼ直角に左カーブして駅に侵入する。毎年1月の天皇坂月全国、都道府県対抗男子駅伝競争大会の最終区ではランナーが軌道を横断して走行するため、電車が広電西広島駅、または新小岩橋でランナーを退避する姿が見られる。1945年米軍作成の広島市地図。 一部1930年代の情報で書かれており、小恋町ステーション表記で確認できる。1988年。国土交通省国土地理院地図。空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。ありがとうございます。